12段目鎖編み3目で立ち上がって返します。そうしたら前の段の鎖編み2目の中に長編みを2目ずつ編んでいきます。おっとすみません、マーカーをつけるのを忘れてました。最初の立ち上がりの鎖編みの一番上3目目にマーカーをつけます。そしたらここからその前の段の鎖編み2目のところに長編みを2目ずつ編んでいくのを13回繰り返していきます。一番最後から2番目と一番最後の長編みは同じように編みますけれども、一番最後の長編みはまた、長々編みと2目一度になりますので、一番最後の長編みを途中まで編んだら、糸を2回、針に巻きつけてマーカーをつけたところに長々編みを編みます。そして前の長編みと長々編みで一つにします。次13段目鎖編み3目編んで返します。そしたら1目を飛ばして長編みと長編みの空間ですね、ここに細編みを編みます。また鎖編み3目を編んで、で今度は2目を飛ばして長編みと長編みの間の空間に細編みを編みます。これを13回繰り返します。一番最後は鎖編みが3目ではなくて2目、そして前の段の立ち上がりのマーカーをつけておいたところに細編みを編んで終わりにします。14段目鎖編み1目を編んで返して、で先ほど編んだ鎖編み2目の空間に細編みを1目編みます。そしたら最初の鎖編み1目のところにマーカーをつけておきます。この段から鱗のような模様に入っていきます。次の前の段で編んだ鎖編み3目の空間に長編み鎖編み1目長編み鎖編み1目長編み鎖編み1目長編みと編んでいきます。全部で長編みが4回で、その間に鎖編みが3回入ります。そしたら次の鎖編み3目の空間に細編みを1目編みます。
これを繰り返していって、全部で鱗を7つ作ります。14段目の最後は、一番最後の鎖編み3目の空間に細編みを2目編んで終わりになります。15段目鎖編みを3目編みます。そうしたら2番目の鎖編みにマーカーをつけて、その後編み地を返します。そしたら前の段に編んだ鱗の一番手前側の鎖編み一目のところの空間から細編みを編みます。そうしたら鎖編みを3目、そしたら今度はその鱗の一番最後の鎖編み一目の空間の中から細編みを1目編みます。そしたらまた鎖編みを3目、そしたら隣の鱗の一番最初の鎖編み1目のところに、細編みを同じように編みます。これをずっと繰り返していきます。15段目の最後は鎖編み1目、そしてマーカーがついている鎖編みの目に長編みを編んで終わりになります。次16段目鎖編み3目編んで、一番最後の目にマーカーをつけておきます。そしたら前の段で編んだ鎖編み3目の中に細編みを1目、その後長編み鎖編み長編み鎖編み長編み鎖編み長編みの鱗の模様を隣の鎖編みに編みます。そしてこれを全部で6回繰り返していきます。
16段目の最後はちょうど鱗の模様が細編みで終わるので、その後は長編みを前の段の立ち上がりの鎖編みの2番目につけたマーカーの中に編んで終わりになります。17段目鎖編み2目で立ち上がって、2番目の鎖編みにマーカーをつけておきます。そうしたら編み地を返します。そしたら今度は前の段で作った鱗の最初の鎖編みの空間に細編みを1目、そしたら鎖編みを3目編んで、今度はその鱗の一番最後の鎖編み1目の空間に細編みを編んでいきます。これをずっと、同じように繰り返して、鎖編みの3目鎖編みの部分が全部で11個できます。最後の細編みまで編めたら、最後の長編みは前の段の立ち上がりの鎖編みのマーカーをつけておいたところ、鎖編みの立ち上がりの3目目ですね、そこに長編みを編んで17段目は終わりになります。この後は次の動画に続きます。いよいよね、後半戦に入ってきますので、お楽しみに。